年のリオハウスではスポンサードゲーム、今回は社員の方を招待して、パーティールーム、そしてあとこちらのスポーツバーの方で、まあ、福利厚生として社員、そして社員の家族を招待して、で、まあ、みんなで試合観戦をするといったものをさせていただきました。今回リオハウスではこちらのうちわの方を3000名のお客様に配布しております。可愛いですね。可愛いですね。今回はリオハウスの CEO 和田義雄による贈呈式の方参加させていただきました。もちろん家族を招待するにあたって、コロナによる、感染対策というのもしっかり行っております。アルコール消毒だったりとか、あとマスクの着用、そういったことに関しては徹底して行っています。